この元サッカー選手は十分稼いだよ。バルサを去って世界一の選手になるんじゃなかったのかよお前。PSG が兄貴を腐らせた。家にトレーニングルームはないのか？怪我が治ったらすぐに引っ込むよ。さすがにもういい年齢だし、この私生活ではメッシやシーロナにはなれない。アザールにはなれるぞ。お前ブラジルを優勝させてくれるんじゃないのかよ。終わった、これは完全に終わった。兄貴、嘘だと言ってください。しかしフィールドに立てば魔術師となる。ロナウジーニョ、ロナウドといいブラジル人の気質なんだろうね。イングランド移籍してまずい飯を食え。ご視聴ありがとうございます。全力で毎日投稿しているのでよかったらチャンネル登録ポチッとしていただけると嬉しいです。